ふわっふわっ。ハフー。はい、どうもこんにちは、ミカスです。今ちょっとね、マリオを買ってずっとほったらかしにしてたやつ始めたんですけど、まあ車の中なんですよ。で、まあ今日はね、このスイッチをやるんじゃないんですよ。今日紹介する商品っていうのがこちらになります。中国製の商品なんですかね、漢字で書いてありますけど、これが何かっていうとですね、ちょっと開けてみましょう。さあこんにちは。こういった商品なんですけど、まあね、いわゆる置くだけ充電にしたいんですよ。ポイッとね、 iPhone 置いて充電できるようにまあしたかったわけです。で、トヨタ純正で置くだけ充電っていうのがあるんですけど、それみたいなものでございます。で、この商品がこうゴムなんですね。ゴムで後ろがネチョネチョのがついてるんで、まあビタッとくっつけることもできる、ダッシュボード上にこう滑らずに置いとくこともできる、そういった商品になってるんですけど、まあチーですよ、チー。無接点充電だから、 iPhone8 とか iPhone10 お使いの方であれば、もうここにね、こう iPhone 置くだけで充電ができると。しかもゴムなんで、こうあんま滑らない。で、ここに切り欠きがあるんですけど、ここにこうね、こう横向きに置くこともできると。まあただこうやってときは充電しないと思うんですけど、はい、という感じの商品なんですね。じゃあ早速ちょっとつなげてみましょう。ちょっとまあ雑にね、ここの USB にこうつなげるわけですよね。はい、で USB 入れました。で iPhone を置くと、はい、充電始まりましたね。素晴らしいじゃないですか。まあということでですね、まあ別にね、こういうなんていうんですか、リアモニターに iPhone つなげてっていうわけじゃなくても、やっぱり車の中で充電するときこそ置くだけ充電ってやっぱ便利だと思うんですよね。で今ポータブル電源つないでますけど、最近の車はね、車に USB のね、つなぐとこがあったりとか、もしくは自分でね、増設とかも簡単にできると思うんで、うん、置くだけ充電のこのこれね、値段もね高くないんで、なかなかいいんじゃないかと思うんですよね。すごいシンプルじゃないですか。車の中だからこそ、こういうただ置くだけで滑りにくくてね。まあで、あとは車でね、さっきスイッチマリオやってましたけど、まあやんねえだろうなっていうね、持ってやるわっていうね、もっとこれ大画面で、見るときに使うべきものかなはい、まあまあこういうこともできますよっていうことで、今回はね、置くだけ充電の紹介でした。なんか配線ごちゃごちゃで気持ち悪いですね。以上です。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。